昨日ラブくんは里親さんのとこに行きましたが、ご飯を食べないということで心配のメールも来ております、夜になってどうなのかまた後でチェックでしょうが、そして、今朝、チャコちゃんという、にゃんこが4ヶ月のにゃんこが我が家には来ました。チャコちゃんを迎えるにあたってはシオンくんとアンズちゃんが、一つのケージで同居するということになりました。でそれもうまくいっているようです。問題はチャコちゃんはまだご飯を食べておりません。さあそんなことが起きていますが、ジャン君は必ずご飯の前にはこうやって、なでなでと、はい、これですね。あ、ごめんごめん、これね、はい、これだぞ。うん、あー、そっか、ラブくんは里親さんのとこでご飯を食べておくれ。ハンモックでね、パパはもうだいぶくつろぎ出してるから、うん、まだ1日しか経ってないのね。そうだね、まあまずは自分が置かれてる状況が何のかよくわかんないけど、危険はないっていうことを多分気がつくんだと思うんだよね。でその後、あれ黒犬いないし、マオイいないし、シオンいないじゃん、ついでにジャンとかポンとかアンズとかいないじゃんってなると。その代わり新しい里親さんが優しくご飯をくれて、これでもいいかこれでもいいかは失礼だね。まああるところで切り替えが始まるとそう思っています。なんかちょっと部屋も広いし、そうね、なんか走りがいありそうだしとかね、だね、なんか一人だからいっぱい甘えさせてくれるし、うん、あの人あの甘えん坊さんでさ、うん、ラブくんやな、シオンくんが暴れそうなりなったり遊んだりとかしてるとダーって来てさ、うん、僕もってなるから、うん、そして、シオンくんはアンズちゃんと、今日ベッドで2人で寄り添って寝ているところが見つかりましたよ。結構仲いいじゃんということで、うまくいっている部分も多いです。ただ、人気のこのハンモックですね、ハンモックに、アンズちゃんが寝ているところにシオンくんが乱入しようとするとものすごい怒られて突き落とされます。これで今日2回目あのハンモックからですね、この2階のここまでですよ、落とされます。まあ、シオンくんの身体能力だったらどってことないんですが、ドターンってすごい音を立てて落ちていきます。それから、シオンくんはこれから外に出ますが、不思議なことにですね、ラブくんが、出発してその日の、夜ですねは結構おとなしく、外出して外で歩き回ったりちょっと遊んだりしていたんですけれども、1日明けて今日ですね、今日のお昼とかに、シオンくんは、クロケンパパの腕に組みついて蹴り蹴りをし、肘を噛む遊びを始めました。これね、ラブくんだったら
まああのまま行ったらそんな感じになるだろうなと思ってたんですが、シオン君はちょっと意外です、ラブ君がいない分をまあ乗り移ったかのように、まあこれもね親愛なんですよねきっと、大好き大好きっていう意味合いを込めてということなんでしょう。さあ、今シオン君を出す前にシオン君を映しながら話をしていたところ、アンドちゃん降りてきちゃったね。アンドちゃん外にはちょっとまだ出られないんだけど、シオン君だけ出てくれる？はい、はい、アンズちゃんちょっとなんかあの差別してるようで申し訳ないんですが、もうちょっと抱っことかね、できるようになったら来年早々ぐらいにちょっと考えますよ、アンドさんね、いいですか。ちょっとあのアンドさんがまた奥の方に隠れてはいけないので、対応する方法とかも対処法も考えてですね、来年頑張ります。はい、お腹が空いてるんだよねきっとね、アンドちゃんはご飯くれんのかなと思って降りたって感じかな。はい、じゃあシオンくんはこういう甘え方になってますね。いい里親さんに巡り合ってほしいね。いいよ。そうだね。いた。足噛んだよこの人。しゅんくんね、軽い甘噛みなんだけど、君の歯ってね、子供の歯でちょっととんがってんね。わかる？うん。そう。力加減がわかんないかな？うん。そっか。